コンスタンティン・ジリアノフは、ロシアの元サッカー選手、サッカー指導者。元ロシア代表。現役時代のポジションはミッドフィールダー。現在は、FC ゼニトにサンクトペテルブルクの監督を務めている。主なポジションは、ンセンターハーフの左サイド。FC アムカルペルミ、FC トルペドモスクワを経て、2007年に、強豪 FC ゼニトサンクトペテルブルクに加入。 一年目からディック・アドフォカーと監督の信頼を勝ち取り、チームのリーグ制覇に貢献した。ジリアノフは同年度のロシア年間最優秀サッカー選手賞を受賞した。ユーロ2008のギリシャ戦では、チーム唯一のゴールを決め、チームの勝利に貢献した。近年は得点力も向上し、2009年3月28日のアゼルバイジャン戦から同年6月10日の フィンランド戦まで3試合連続でゴールを決めている。2012年12月17日、代表引退を表明した。2014年からは2軍チームである FC ゼニトにサンクトペテルブルクでプレーし、2017年12月27日に現役引退した。UEFA.com。ジリアノフがロシア代表から引退。2012年12月18日へ閲覧。 ありがとうございます。